最近ね、俺の YouTube の動画の中で悪口的な書き込みがあったの。時々そういうの来るんで、またかっつう感じなんだけど、何が書いてあったかっつうと、俺の顔が気持ち悪い、それから声が気持ち悪い、まあやめろ死ねみたいな感じほど書いてあった。で、そういうのってまあ定期的に時々来るんで、俺は全然気にしてねえのに、顔が気持ち悪いとか声が気持ち悪いとかっていうのは、まあ俺も自分で気持ち悪いと思ってるんで、まあそうだろうなと思って、むしろ俺の動画を好意的に見てくれてる人の方が心が特別に広いっつうか、特別に優しいっつうか、普通はまあ俺の姿なんで気持ち悪いっていう思うと思うよ。それはね、俺だからあんまり気にしてないんだけど、それよりもね、俺がね、嬉しかったのは、その人は、俺のことを男と思って見てる、みたいな感じだったの。男として基本それがあっての、顔が気持ち悪い。で、声が気持ち悪い。そこの最低基準は、俺クリアしてんだと思って。俺そっちの方が嬉しかったんだよね。で、その動画はまあ、帰りとは全然関係ない動画だったのに。だから、俺が人格管理者っつうことも、そいつは分かってねえ感じだった。普通の野郎が、まあ動画でバカなことやってて、ふざけんじゃねえボケみたいな感じの書き方だったんだよね。で、俺悪口よりも、まあ管理者じゃなくって普通の人間で、かつ、男と思って動画見られてんだっつう。俺そっちの方がすげえ嬉しかった。その誤解しないでほしいのは、俺別に誹謗中傷のメッセージを大歓迎してるわけじゃねえよ。俺さ、書かれてそれ基本嫌なんだけども、最近書かれたやつはそんな感じだったね。で、多分そいつは、まあ、俺を傷つけたくってっつうか、まあ単に俺に、まあ通りすがりのやつだと思うんだけど、まあ文句だけ言ってどっか行きたかったんだろうね。まあ、意外と俺に喜びを与えて去っていってくれたっつう。つう話でした。